共通テスト第4問。なぜここでできなかった人いるのか。明確です。基礎的な定義や知識を持っていなかっただけです。そこを補えば確実にレベルアップしてできるようになっていきます。やっていきましょう。このように陽子の周りに電子が回っているボアの水素原子模型の問題です。各定数はこのようにして与えられていました。そして問いの1。問いの1は半径 R 一定の速さ、つまり等速円運動で角速度オメガはって聞かれている。これは基礎知識でいいね。V イコール R オメガの公式からオメガイコールって求めればいい。次、問いの2。問いの2が聞かれているの。V1 と V2 の差の大きさはということは、みんなの頭の中で、まず V2 引く V1 ベクトルっていうのが浮かんで、そしてそれを図示した後に、その絶対値を図から求めればいいんだな、となってほしい。そして、引き算、ベクトルの差は視点を揃えるんだったな。だから問題文は非常に親切に V1 ベクトルとデルタ t 立った後の V2 ベクトル。この V2 ベクトルを平行移動して視点を揃えた図をもう書いてくれている。そして、ベクトルの引き算というのは、ここの部分である。これが、V2 ベクトル引く V1 ベクトル。そして問題文には、ここの部分と、この円弧の部分、円の弧の部分だね、は等しいよって。なんでかっていうと、角度、オメガデルタ t のデルタ t が微小な時間だから、ほとんどこの赤と青は一致するよって言ってくれてる。つまり青を求めなさいねっていうこと。図形的に青の長さが分かればいいという問題に帰着した。すると、こんな風にしてなる。まず V1 ベクトル、V2 ベクトルとも、この長さ、大きさは V である。そしてこの円弧の長さというのは、半径かける角である。半径は今 V、角はオメガデルタ T。よって、円弧の長さは半径かけるオメガデルタ T 角。選択肢にオメガを含むものがないので、オメガイコール R 分の V、先ほどのアで求めたものを代入。すると、このようにして求まる。それを満たす選択肢を探せばいい。R 分の V で、これだな、6番が正解となる。もう一つ知識を補強しよう。これは何がやりたい問題なのか。実は加速度求めてねっていう問題。加速度の定義はこうだった。知らなかった人は絶対に覚えておこう。そして、デルタ V というのは後のベクトルから前のベクトルを引いたらよかった。今回はここを求めたという問題。そして、そこから代入して計算していくと加速度が R 分の V2 乗の公式が出てくる。今回の問題、この公式を使って、ここに代入して、そしてデルタ V についてイコールにしてあげると、答えが求まった。そんな求め方をした人もいたんじゃないかと思う。問いの2。万有引力は静電気力の何倍かと聞かれている。この知識があると便利。A は B の N 倍。A が知りたい。B が基準。N 倍というのは知りたいものを基準で割ればいい。基準で割るで知らなかった人は覚えてもいいかもしれない。今は万有引力が知りたく、静電気力の何倍か基準で割る。そしてそれぞれ公式を当てはめ、R の2乗は分母分子で約分される。そしてあとは数値を当てはめて計算をしていく。その時のポイント、数値は数値、指数は指数。例えば、こうやって数値は数値だけ集めて計算をしていく。指数の部分は指数の部分だけで集めて計算をしていく。そうすると、
選択肢を見ると10の10乗、20乗、30乗っていうことがざっくり知りたい。だから細かい計算は置いておこう。例えば 1.6 っていう部分と 1.7 はほぼ1で割り切れる。 9.0 と 9.1 もほぼ1と考えていい。残ったのは 6.7 分の 1.6。 これだいたい4分の1ぐらいなんで、まあ 0.2 ぐらいかな。そして10のところは40乗。選択肢で一番近いのはこの4番の40乗と答えがわかる。正確に全部計算しなくてもいいことが時間短縮のポイント。問いの3。ボーアの水素原子模型について聞かれている。基礎知識の復習。ボーアの水素原子模型で立てる式は2つ。そして一番最初に求めたいのは半径 R。立てる式1つ目が更新方向の運動方程式。ボーアの量子条件。こっちの括弧の形で習った人も多いかもしれない。この2つから V を消して R を求めるというのが基本方針である。電子の速さは求めることができない。しかし私たちは電子の半径が知りたい。だから V を消して R を求めるんだ。そうすると R イコールとわかる。これがやりたかったことのステップ1。ステップ2はその時電子が持つエネルギー。これをエネルギー順位と言ったりもする。これが知りたいのがステップ2。そうすると電子が持つエネルギーは運動エネルギー足す位置エネルギー。静電気力による、電子が持つ静電気力による位置エネルギー U は QV。Q は電子の電気量。V は陽子が電子の位置に作る電位。そうするとこのようにしてなる。ここの E には陽子の電荷が入っている。ここの Q には電子の電荷が入る。だからマイナス E となる。そこに注意をする。次に2分の 1MV 2乗を消したい。1番の式をの2分の1倍をして両辺 R 約分するとこの形になる。これを2分の 1MV 2乗に代入する。そうすると、あとは R という文字が残るだけになる。R は先ほどのやつを代入してあげると、このような形になる。そして、この2つがやりたいことのステップ1、ステップ2で、ここまでは絶対できるようになってほしい。さらにもう一歩突っ込んでいこう。半径 R は、量子数と呼ばれる N が大きくなるほど、半径は大きくなっていく。そして、エネルギーは、N2 乗分の1。マイナスがついている。反比例みたいな形になる。このような形、反比例のような形になり、N が1の時が K 角、2の時が L 角、3の時が M 角に対応するんだった。エネルギーは、K、L、M と行くごとに高くなっていく。先生、エネルギーがマイナスだよ。エネルギーはどこを位置エネルギーの基準に取るかによってプラスマイナスが変わるから、今は大きいか小さいか大小が大事。ということ。はい。ちなみに選択肢の答えは4番になりますね。では、それを踏まえて問いの4番。問いの4番は、電子がエネルギー順位の高い E から、エネルギー E の状態から、エネルギー順位の低い E ダッシュに落ちていったよ。って言われている。遠くの核ほどエネルギーが高かったからこういう状況。そしてイメージで言うと、電子がここ50ジュールのエネルギーを持っていたとしよう。そんなに持ってないけどね。そして20ジュールのところに落ちていったとしよう。50ジュールのエネルギーを持っている電子はすごく不安定。そこから20ジュールの安定なところに行った。エネルギーが低いほど安定だった。そうすると30分エネルギーが電子からなくなっちゃった。なくなっちゃった分どうなるの？そう、光が出てくる。エネルギー Hν のエネルギーを持った光が出てくる。するとこんな式になるんじゃないだろうか。出てきた光のエネルギーは高いエネルギーから低いエネルギーを引き算したらいいよってなる。今は ν イコールって知りたいから h 分の e 引く e ダッシュ。
となっているのは2番。正解は2番。どうでしょうか？加速度の定義や、こういったボーアの原子模型は何から何を求めていくのか、基礎知識があれば困ったことはなかったんじゃないでしょうか。以上、お疲れ様でした。